ね、他の宗教でいうとこの、うん、最後の審判はもう今起きてるのです、うん、生きてる人は死んだ時がもうそれが確定するんですこの地球は狂っているというかこの地球に暮らす一部の者たちによって大きく狂わされている 彼らは金を使い、情報を使い、権力とテクノロジーを駆使して、正義の名のもとに毒打たせ、毒巻き、毒食べさせます。この完全に狂ったこの星になぜあなたは生まれてきたのでしょう答えられる人は少ないと思います。さらにはこの地球は宇宙から見てどんな特性を持っているんでしょうか 今回の動画も地球人の全てが知るべき内容になっています。動画の最後にはあなたの未来を左右する因縁因果の解消方法も収録されておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。動画の冒頭で初めて神人さんを見た方や、まだ神人さんのことをよく知らないという方のために簡単に神人さんを紹介してから本題に入りたいと思います。神人さんはシャーマン、霊媒師であり、エクソシスト、 悪魔悪霊払いでもあります守護指導霊団と正式に霊媒契約を交わした上で指導霊団主導のもとに活動されている存在ですその霊媒能力により物事の真偽を指導霊や宇宙指導霊団に直接確認することもできますこの王室区神事全巻、交換は宇宙指導霊団から神人さんを通じて自動書記により降ろされた旧姓の神事として有名ですが他にも たくさんの霊人たちとの対話を綴った「御霊との対話」長年にわたる実体験からまとめられた自分でできる浄化の本などがありますこれから購読を考えられている方はこちらの自分でできる浄化の本をお勧めいたしますこの本は神人さんが今一番伝えたいことが記されていて私たちが幸せになるための実践法がいくつも紹介されています忖度なしで言います世界中探してもこのような本 リアルシャーマンが自らの体験をもとに綴った本は他にないと思います。それから、神人という名前はシャーマンとしての活動名ですが、この神人という名前にはある願いが込められています。それは、誠の神に感謝しながら生きる人が増えますようにというものです。神とは多重次元宇宙そのものであり、その中に存在する銀河や星、 自然神羅万象のことです。中でも最もお世話になっている神は地球です。地球に感謝することをテーマとした地球愛祭りは神人さんが発起人となり2007年から全国各地で開催されています。長年毎年開催されてこられた京都、東京、愛知では関係者皆様の口コミにより近年大盛況となっているチャリティーイベントです。最後に神人さんは いかなる宗教団体にも属してはおらず、宗教、政治団体の資金集め、勧誘、及び宗教団体設立等を目的とした活動には一切関与しておりません。上人さんは本物か偽物かという疑念に対して活動名だけで考えれば確かに怪しいと思われる方も多々いらっしゃるかと思いますが、講演内容に関しては上人さんの 経験談からの見解を話されており、某書籍を抜粋し、受け売りで話をされているわけではありません。宗教観の多様性における個々の見解は当然ありますので、あくまでもそれぞれのご判断に委ねたいと思います。それは、己がどのような思想を支持している人間であるのかという、文相の答えとなるとのことです。それでは、お待たせいたしました。 改めて、神ミさんに質問いたします。なぜ私たちはこの地球に生まれてきたのでしょうかこの地球という星にはどんな特性がありますか生まれ変わる目的っていうのは、まずは共通して、人はですね、学ぶためです。 うん、成長する。うん、経験する、うん。そのために人は生まれ変わっていく、うん。霊体として学ぶこともできますよ。肉体人について。いわゆる近親霊としてね。うん、そこから学ぶということもできますけど、ね、生まれ変わる目的ってのは実,実体験をする、うん。生々しいですよね。それは。うんだから 刻まれていく魂。強いものは刻まれていく魂の記憶として。で、どこに生まれ変わるかっていうのは、うん。それも因果であるっていうことですね。うん、うん。これまでと多分これからは多分ガラッと変わります。うん、うん。これまでのことで考えるならば、うん。例えばこの地球で何度もね、もう、まあ、たくさん、もうけ、 転生してきてきるそういった見たまは多いですけど根性初めて地球に生まれ変わってくるっていう人もいるんですよ子供たちでね大人になってる人たちでもそれも意味がある、うん、全部ね根性地球最後っていう人も当然たくさんいるんです、うん、この星に生まれ変わって できた理由っていうのは一つは、異性、うん、移り、移ってきた。うん。いわゆる、もともとの星での転生ができなくなって、この惑星に多くの者たちとともに異性してきた。うん。っていうのが一つの、理由。であり また別なものは、この地球に送り込まれた。っていうのは一つの理由ですね。送り込まれたっていうものも、善なるものと悪なるもの。ね。うん。どちらもあるんですよ。善なるものっていうのは、指導目的、改善目的に送り込まれてきたもの。悪なるものっていうのは、支配するため。または、 そちら側の銀河惑星を追放され、刑務的な目的で送り込まれてきた。うんうん、または、調査、スパイ、うん、目的のもの、はいうん。これはこれまでの話ですよ。はい、これまではそういうのがあったんです。うんね、で、この星は、あらゆる銀河惑星からの、まあ、転生者。 異想、異星者の集まりの惑星なんです。うん。それは大きな目的で言うならば、まあさっき言ったみたいな、もうこのうが別、うん、まあベースなんですけどね、それぞれ学び変わるっていうことが主ではあるけれど、そうでない者たちもいる。うん、これは一つ。でも大きな別の視点から見ると、実験ですね。 うん、この星は。あらゆる種を一つの星に押し込めて観察するため、どうなっていくか。あらゆる銀が、あらゆる惑星のものを一つの星に入れていったならばどうなるのか。うん、単純に揉めるじゃないですか。価値観が違うんだから。冷静が異なるのですから。うん、だからずっと初めから揉めてきたんですね。 うん、今のは魂の話ですよ、ね。肉体っていうのは作られたものですから。ね、魂的にはもう価値観がもともと違うから、質が違うから、揉めるんですよ。じゃあなぜそれが分かってて、そうしたんだろうか、ねね。あらゆる銀河、大銀河の目的は何だその存在たちの。和すことができるかと。 ということを観察し続けてきたんですよ。うん、答えは出たんです。無理。和合することは無理、うん。それは住み分けねばならぬの答えです、うん。やっぱりそれが答えです、うん。時間が経ったとしても、やっぱり和合できるものは和合できないです。あまりにも違いすぎて。 住み分ける。うん。じゃあその住み分け方をどうすればいいかって言ったら国ごとで分けるのか。ね。でも国ごとにしても戦争で、ね。今に至るわけです。うん。だからそれも無理。ならば星ごとに住み分けるのが答えになったんです。だから今それは行われてるんですよ。だからこの星というものは、地球というものは、これまでのような惑星ではなくなります。 うん、この星で天性ができるものっていうのは一定の冷静以上のものだけになります。うん、だからそれぞれがそれぞれの銀河惑星から来たまた送り込まれたそして答えが出たそしてそれぞれに振り分けられるもう振り分けられている今生きてる人は死んだら振り分けられる瞬間で決まります。 もう決まってるとも言える、うん、その観察をした、うん、観察者というのは、うん、誰なんでしょうそれは宇宙存在ですね大きな存在ですねですそれは霊団です高次元存在たちですうん,うんそれはこの地球だけじゃないですこの銀河も隣の銀河も 銀河ごとそれぞれぞ全部見てきた存在がいます、うん、だ銀河ごと狂ってたんですよ。うんそれぞれの銀河間の揉め事がずっとあったんです。うん、まあそれ大銀河。大銀河の中の銀河間の、うん、問題がずっとあったんです。うん だから地球人だけがおかしいっていう見方はおかしいんです。だからいろんな宇宙人たちと僕は話してきました。地球人はこうだ、あだって。うん、偉そうに言ってくる方。じゃあお前たちがここに生まれ変わって変えてみろ。できるかっていなくなります。言、うん、うだけのやつは。でも分かってるものは、冷静の高いものは逆にそれでアドバイスをくれる。寄り添ってくれる。うんうん、まあ、宇宙ですらそうなんですよ。 だから宇宙人だからみんな素晴らしいって思わない。テクノロジーだけは優れてても、冷静が低いものがいっぱいいます。うん。だからチャネルラーもどういった存在とつながってるか。足場ですから、チャネルラーって。この地球での。ね。その存在たちの足場になっているということですから。どういうものたちと踊りはつながってるのかということを、世界中のチャネルラーはもう一回見極めた方がいいですよ。 全の仮面を被ってる他成人っていっぱいいますからね。うん、結局は自分たちの銀河、自分たちの惑星の、いわば広報。広報なんです。どう、好印象を与えて、はい、今後のね、この、うん、惑星間での付き合いにどう結びつけていくか。目的はそこですからね。うん 悪しき者ってのはどんどん駆除されてます。うん。いわば、この地球っても支配して、ね。来た者たちはどんどん捕まえられて、うん、二度とここに関われないようにされてます。うん。私はそこにずっと関わってきました。うん。裏方でいろいろ見させてもらったし、知ったし、うん。 でもそういった話を表だって人に言ったところで人は理解できないです。うん、ただの SF チックな、ねうん、妄想人間だと思われてしまうから理解ができないです。あまりにも <laughs>、ね、規模がでかすぎてあまりにも突拍子もない話だから理解ができないんですよ。でもじゃあなぜ私がこうやって表に出てきたか <laughs> それを言えっていうことだからです。 理解できないのにいや、これから理解できるようにみんな変わっていくから。その時が来たから、表出て言いなさい。私だって半信半疑ですよ。理解できるのかな、みんな。みんなから、ね、<laughs> 変なもの扱いで終わるんじゃなかろうかと思って表に出てきましたけど。でも、なるほどっていうね。やっぱり理解できる人たちは少しずつだけど増えてきてる。 で、どんどん集まってきてる。そこにはやっぱりいろんな差はありますよ。みんな経験値が違うから。ただ面白い、面白いからっていうね、感じの人がほとんどですけど。でもそこにはやっぱり同じような経験をしてきてる人たちもやっぱりいる。うん。目的はここなんですよ。私と同じような目を持つ者、いるんです。その者たちと繋がるためでもあるんです。表に出ないと、そういった人たちも 寄ってこれないです。分からないから、存在が。うん、あ、同じ人がいる。うん、ね。そうなんです。これが世界レベルで行われていくんですよ。私が表に出てきた理由はそれです。命を受けている者たちがちゃんと繋がっていくためです。これからのために。うん。だから、この星というものの目的というのは何かと言ったならば、そういった実験、支配されてきた、 経歴もあり、ね、実験という対象にもあった。うん。その中で、うん、ある程度答えを宇宙全体に共有させた。うん。だからこれからこうになってきますよ。住み分けがはっきりなされてきますよ。ということも確定した。うん。だからそういうも大事な意味があった星なんです。うん。うん、ここは理解できない他星人たちからすると、冷静の低き、 ものたちの、ねうん、野蛮な星っていう、や上から目線の宇宙人がすごく多かったけど、うん、そうではないんです。うん、ならば、どういったものたちが、悪いものたちが関わっていたかな、というものを全部実は高次元は調べてきました。うんうん、どこの銀河、どこの惑星、その関係性、もう全部調べ上げて、今はもう片付けられている段階です。これも同じようなパターンが この地球に現れてきますよ。どんどん表面化してきますよ。もう下調べは終わったんです。調査は終わったんです。ここからも完全なる実践が出てきますよ。うん、一言で言うと、闇側の酸化にあるものはみんな消えていく。なぜか。地球はこれからガラッと変わるからです。いい星になる。もう確定してるんです。それに向けたことがこれからどんどん表に出てくるんです。霊界はその掃除が終わりました。 ほぼ。うん。だから私、眠れるようになったんです。うん。これからです。表に出てくるのは、この原次元。うん。それをみんなはどう受け止めていくかですよね。喜びに変わっていくのと、どんどん困惑し、ね。うん。疲弊していく人と、自滅していく人と、分かれるでしょうね。だからこそ、ますますエネルギー悪くなります。人のエネルギーが。うん。だから、その、 エネルギーにやられないために、己がしっかりと未来に対してね、意欲を持って、うん、いいエネルギー体で、心身ともに健康でい続けなければ、次の時代にね、うん、自分が生きられないんですよ。それまでに病んで自滅してしまったら、うん。だからそこが今、完全に分かれています、うんね。こういった映像と出会う人、出会わない人。 出会い、そこから理解できる人理解したくない人全部古いですうんどこまで行っても試されるんですよ一人一人がねうん、うん、そうですだからこの星は何かって言ったら、うん、まあいいさっき言ったような実験星であった、うん、学校である魂を磨くためにうん 今まで小学校だったと仮定すると、もう中学校になるんです。うん、もう小学校レベルのものはこの中学校では学べないのです。うん、ならば同じ同等の小学校レベルの惑星に皆異性になるんです。そちらでの転生が始まるんです。だから根性でお別れって人はたくさんいますよ。もう二度と会うことはないかもしれない。来世でも。 友達であれ、家族であれ。うんね、家族に慣れている。それして自分とある程度、ね、同等のものである。これはね、すごいことなんです、うんうん。それでまた同じく転生できるって、すごいことなんです。うん、それも、ある意味、因果ですよね。うん、過去でそれを大事にしてきたかな。その魂と絆を。 っていうことは、それが多分傷になるでしょうね。それも因果にもなる。そういった人たちもいる。うん、でもしょうがない。うんね、他の宗教でいうとこの、うん、最後の審判はもう今起きてるのです、うん。生きてる人は死んだ時がもうそれが確定するんです。異性する人は瞬間でそっちに 移動ですから。うん。いい星に行く人もいますよ。そちらにね。少ないけど。うん。それ冷静の高い人たちはね、そっちに行く人もいますよ。いずれにせよね、多分生まれ変わったと記憶がないから、それも入るようですよ。悲しくないんです。それが当たり前だと思って、またそのせいが始まるから。うん。この星で生まれ変わる人。 この星の霊界にとどまって、近親霊として共に歩む人。うん、それぞれ分かれます。まあ私はまたこの星に生まれ変わりますけどね。うん。うん。だからまあ、多分縁のある人たちとまた同じく出会うでしょうけど。うん。なるほど。ね、だからその部分を分かっていると意外に寂しくもないですけどね。 だって自分に縁のない人たちはいなくなるだけですから。もともと縁がないから寂しくもないじゃないですか。はい、縁のある者たちはほぼほぼ多分この天性ですよ。この地球で。うん。で分かってると、別に憂うことも何もなく、はい、ただ、ああ、そうなんだなって思ってるだけです。うん。はい。 私たちはあの生まれですかねあ,ああなかそうですねこれからね霊意識がずっと上がってくると、はい、そういった部分は思い,出い思い出したいと望めば思い出せるものになってきますねただ全て思い出したくないじゃないですか、うん、苦しくなったりとか、はい、だからこそ思い出したいと思えるもの った方が,都合がい,いですね,ですねだから過去を全部自分でね浄化できてたらアクセスできるわけですよ。<ー>そこができてないと思い出したくないってそっちが先に来るから分からない人になっちゃうんですよ。そ,すね、それも自分次第ですね。だから今のうちにやっといた方がいいです。<laughs> どんどん浄化をね。うん。過去生というのはいっぱいありますから。うん、やってもやってもね終わりはないですよ。 でも最低限根性、また一個のせいぐらいは、ある程度掃除できてた方が、先が楽ですよね、うんうん。そういった能力が当たり前にね、与えられた時に思い出したいと思って、過去を思い出して、いろいろそこからね、得られるだけ、得られる、うんうん。それが喜びであった方がいいですよね。そうですね。それが辛いっていうのはちょっと、うん、難しいですよ。 ええ。それは、やっといた方がいいです、ね。一生懸命ね、やりたいと思います。ええー <laughs>。苦しいですよ。うんね。そ見たくな、ね、い、忘れたいとかね。そういうのは、みんなあるじゃないですか。でも、そこを解消してないとね、多分、この先行かないんですよね。うん。まあ、昨日言ったように、必要,では必要な経緯であったと、ね。うん。まあ、さっき、親を選んでこれるかっていう。 たのはね。はい、親を選んでこれる人とは選んで来れない人がいるっていうのが答えなんです。ああそうなんですべてが親を選んでくるっていうことではないです。親親をリクエストして、それを受け入れてもらえた人はご褒美ですよ。うん、はい。多分、過去世でその関係をね。大事にしたんでしょう、はいうん。そうでない。人たちは因縁解消のための、うん 強制的に、ね、強制的に<ー>うんそれはそういう指導例たちから<ー>、うん、関係を解消させるためのね、うん、人が親になる場合る例えば敵が親になることもありますその例,例としてはその宿る前に自分でも納得して入ってくるんですよですねいや,いやってことはないんですか ある程度全てを見させられるわけじゃなくて、根性生まれ変わる目的は、どれが一番主になるかなっていう部分での環境、関係性です、ねうんうん。全てをそこで一つのせいで解消できるわけじゃないですか。うん、その優先順位によって決められていくんでしょうね。うん、それはやっぱり一番大きな家族構成ですよね。 誰がそこに入ってくるか。だかね、親子であっても、兄弟であっても、そこで犯罪が起きたりするわけじゃないですか。なんでそんななったのそういうのは、およそ過去性もそうだからです。うん、そうでないところ、ね、愛し合って、本当にいい家族。それは過去性でもそうだからですお互いが望んで、 またそれを許されたから、また家族になったんですよ。だからもうそれぞれって分かりますよ。じゃあ過去性どうだったかなって。関係性が。そのまんまの意向ですも、ね、ん。関係性は変わったりしますよ。男女が変わったりとか、親子,子、兄弟がね、判定したりすることもあります。うん。でもそれにも意味がありますね。全部ね。より学びを深めさせるため解消を促せるために。 そういうふうにしてるてそれを決められるのは全部高次元存在たちなんです、うん、先を全部見通した上でねこれで良いって家族関係でその仲が悪い方は割合と多い気がするんですね。問題が人間関係の問題が家族になるっていうか多いと思うんですけど人それぞれなんでしょうけども大体でいうとその解消方法っていうか、うん、そのまあ自分は解消したいと思っているとするじゃないですか私が 例えば母親といや。でも母親がもう一方的にもう受け入れない。もうシャットアウト。コンタクトも取れないっていうような状態であった場合です、仮に。その場合、自分の中でその人間を解消する方法みたいなのはどういうふうになってるんですかあ直接会うことができないのであるならば、自分の思いの中で語りかけることですね。はい、素直に。自分はこう思う。こうしたい。 それが、まあ、善意である方が望ましいですね。うん。積もり積もったことを吐き出すということからスタートでもいいですよ。ね。こうだったんだよ、ああだったんだよ、口から味わって、でも、それであるという気が済んだならば、でも、できれば改善したいな、とかね。うん。いい思い出もどこかにあったりするわけですから。ならその思い出も、これは嬉しかったな、とかね。 そういったことを、まあ、独り言のように思い浮かべながら伝えていけばいいですね、その人に。これを霊的な世界で言うと、直で入っていきますから、うん。相手の耳に聞こえなくても、相手の魂には聞こえてきますから。もしくは、相手に関わっている、ね、指導霊近親霊が、それを促しますから。変わります。合わなくても。そういった、 症例は、ね、いくつもあります。それで奇跡的なことが起きたりします。あるんですよ。うん。で、これ悪用しちゃダメですよ。うんいや。呪うとかね、うん。うん。それも、自分が発するエネルギーは自分に返ってきますから。うんね、色声で使ってもダメですよ。押し付けですからね,ね。うん。それも、 全部自分に帰ってきます。<laughs> ねあの。面って、だからね、良くも悪くも全部帰ってくるんですよ。うん、押し付けじゃないか。全員じゃなきゃダメですね。感謝の思いを手向けるってのはいいですよ。自分にとっても。うん、謝罪をするっていうのでもいいですよ。うん、相手の幸せを願うっていうのでもいいですよ。うん、自分の 欲望を満たしたいがゆえの念を送るってのだと、押し付けになるんです。相手からすると苦痛になったりするじゃないですか。そういうやり方はね、結局、悪因縁になりますね。うん、その行為を全部、霊的存在たちは全部見てますからね。双方にそういった存在がいるわけですから。全部見てます。うん、恥じぬような。 思いの選び方というところに行くんですよねはいはいありがとうございますいかがでしたか今までのこの地球はあらゆる銀河惑星から移生してきたもの送り込まれてきたもの善なるもの悪なるものすべてがまぜこぜに暮らす星でしたそしてこの星は 類まれなる実験の星だったんですねあらゆる銀河あらゆる惑星のものを一つの星に押し込めたならば果たして和合することができるかどうかそれを高次元存在である霊団霊人が観察し続けてきたそしてその結果は和合することは無理ではこれからどうするのかそれが 今、この地球で行われている御霊の古いわけです。この動画を最後までご視聴くださったあなたは、再びこの地球に転生してこられる御霊だと、私が勝手にそう思っています。だとしたら、今からでも遅くありません。過去の因縁因果の解消、人間関係の不和の解消、私も日々努力し続けていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。